ですね、今日から今日は店で持ってで、ゆっくりね、ポールをね、回してやると自分のゆっくりね、自分のそうですね、はい、絶対花火が出てる。トコシさんやりますよ。何すんですか？大丈夫ですか？元気です。はい、コメントしながらね。ちょっと待って、アナウンサーで余裕あるかな。そうですか。飛んだとこと全く一緒。うはい、このまま危ないよ。ああ。ただいま。ぐるぐるやったからね、早く降りてきちゃったんだけど。うん。あの普通に飛んで。ジェットコースターがやばい。やばいっすよ。どういうこと？鼻水、うん、涙、うん、よだれ。そんな。マジ？で、山の景色が、うん、すごい綺麗で、標高と同じぐらいなんじゃないかってぐらいの高さだった。すごい。で、空がすごい青いから、うん、全部が綺麗に見えた。すごい、ちょっと細かい感想ありがとうございます。作文あえなの番です。はい、というか全部今の会話も全部撮らさってますね、これね。よし、できます。これちなみに前映ってんだよね。そうだね。行きます。前も今撮ってるよ。じゃあ行く前に一言。行く前に一言。大丈夫ですか？全世界に放送されますよ。よっしゃ、よっしゃ。行く前に、鼻水と涙出ないように頑張ります。無理でーす。よっしゃー。行きます。はーい。イエーイ。この辺にいたら邪魔にならないね。大丈夫、はい、この辺で。さあ飛ばされてきます。大自然、北海道富良野の地。
げる。やばい、大丈夫かな。これから。あとこれからの。あれはまだこれから。これから。いやー全部見えますね。え、本当にすごい。十勝岳、朝日岳。ちょうどね、ちょっと遠くの朝日岳見えてますよ。すごい。立ちます、はい、うわぁ、全部出た。鼻水取ってください。やめて。超鼻水出た。鼻水出し、よだれ出た。やばい、めっちゃめちゃなんだけど。どうですか。楽しかった。何がどう楽しいの。何がどう、最後やばいね。耳ポワーってしてる。全部出た、どうしよう、ちょっと取らないで。全部出た。本当に違うよね、なんか出るよね、勝手に出るね。分かったでしょ。そう、分かった、前の気持ち分かった、はい、全部出た。